見た目はまるで焼きそば？しかし中には巨大なお肉。これは一体何なのでしょうか？全国2位になったというメニューがあるのがこちら。鳥取県中部のソウルフード、牛骨ラーメンの専門店です。やってきたのは鳥取県琴浦町の高浦。お昼時、地元の人や観光客でにぎわいます。鳥取は牛骨が有名だってちょっと聞いてたので、ぜひちょっと食べてみたいかなと思って。こんなに美味しいんだなみたいな。ちょっと関西にはない味で、あっさりして、意外とあっさりして美味しかったですね、はい。今回あるランキングで第2位を獲得したのはこの人気のラーメンではなく、ラーメンの味をそのまま落とし込んだ、その名も牛骨ラーメンバーガーです。旅行情報サービスじゃらんが今月発表した個性派ご当地バーガーランキング、ユーザーの投票でこのお店の牛骨ラーメンバーガーが第2位にランクインしたのです。そもそもなぜ牛骨ラーメンの専門店がバーガーを提供しているのでしょうか。作った経緯はとにかく牛骨ラーメンをそのバーガーフェスタで販売するっていうところからスタートして、うん、何言ってんだろうって話だよね。最初は冗談かと思ったら本気らしくて。2009年から2018年まで毎年秋に大山周辺で開催されていたご当地バーガーの祭典、鳥取バーガーフェスタ。その初回を盛り上げようとイベントの実行委員会に依頼されて開発したのがきっかけでした。多い時には2日で2000食を売り上げた人気商品です。使う材料はラーメンと全く同じ。しかし茹で上がった麺は器に盛り付けません。両面をこんがりと焼いていきます。四角く焼いた麺に挟むのはラーメンのトッピングと同じもやし、ネギ、東白和牛のチャーシュー、ラーメンスープにとろみをつけたタレをかけ、さらに煮卵をイメージした卵焼きも麺で挟めば完成です。一番苦労した点か、全てだけど、思い描いたものを形にするのはすごく難しくて。開発から改良を重ねること5年、ようやく今の形になりました。ではいただきます。うん、いやー、もう予想以上にラーメンですね。あの牛骨ラーメン特有の旨味がぎゅっと凝縮されてます。バーガーの形はしてるけどラーメンですね。材料は同じですが、作る手間はラーメンの何倍もかかるこのバーガー。それでも作り続ける理由がありました。観光資源として知っていただけるっていうところが一番自分の中では大事かなっていうのがあって、とにかく牛骨ラーメンを全国区にしたいです。鳥取の牛骨ラーメンを全国区にしたい。見た目のインパクトだけでなく本格的な味わいも楽しめるボリューム満点の牛骨ラーメンバーガー。牛骨ラーメンへの熱い思いがたっぷり詰まっています。